釣りに出かける。予定が決まっただけでワクワクしてなんとなく落ち着かない。計画を立てるのも楽しみの一つ。このビデオはいろんな釣り場のスポットを音と映像で分かりやすくご案内します。あなたの釣りの計画にお役立てください。解説は釣り歴30年の森一郎さん、川島康之さんにお願いしましょう。それでは44箇所を一挙にご紹介。それでは森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。塩屋海岸。北陸自動車道加賀インターより車で約10分。ここは大正寺川河口の防波堤です。ちらっと映った弁天島の向こう側でも釣りはできますが、ここでは河口付近がポイントです。海底は沈み根の多い砂地となっており、春から初冬まで黒鯛、スズキが狙えます。防波堤は一つで先端が二つに分かれています。またすぐ横の砂浜にテトラ群があります。海が荒れた日にぶっこみ釣りをするのも良いでしょう。橋立漁港。北陸自動車道天御前サービスエリアのすぐそば、橋立漁港。やや大きめの港で家族連れでも楽しめるでしょう。テトラ周りではアイナメやカサゴ、少し荒れた日なら防波堤外側全部がクロダイ、スズキのポイントとなります。スズキ狙いならば遠投の方が良いでしょう。金岩港。赤灯台防波堤は立ち入り禁止。釣りは白灯台側のみとなります。防波堤とテトラポットと、それと砂浜と3つのパターンの釣りができるようですね。そうですね、この辺一帯の海底は砂地が主なものですから、防波堤で浮き釣り、さびき釣り、投げ釣り、それからテトラポット周りでの釣りというのがございます。金沢港。地元の人は主に中洲の沖向きや消防署横、港センター駐車場などで釣りをしています。この金沢港は非常に釣りやすく、ファミリーフィッシングに最適ですね。そうですね、春から秋にかけて、ファミリーで楽しめると。しかもサビキ釣りですから、簡単ですね。ね、いろんなものが釣れますからね。豆アジから大きいイワシまで ね、数たくさん釣れますね。それでは能登へ向かいましょう。能登有料道路を利用すると大変便利です。内灘より柳田インターまで普通車なら450円。まずは滝港からご案内しましょう。滝港。
柳田インターを降りて249号線を走るとすぐに滝港があります。大小計6本の防波堤があり、広く釣りのしやすい場所です。ポイントは白灯台防波堤の先端と港内の防波堤。一年を通して釣り人の絶えない場所で、家族連れも多く見られます。少々駐車場に不自由するかもしれませんが、他の通行の邪魔にならないように車を止めてください。スクーラー新灯台下、249号線を通り高浜南交差点を右折、志賀原発を抜けるとすぐ左側に観光遊歩道用の駐車場があります。ここから磯まで歩いて約10分です。別名腰巻地蔵と言われる場所ですね。そうです。この辺はやっぱり金沢から一番近い磯場ですね。そうですね。比較的ね、この辺はあの浅い方なんですね。やっぱ二広ぐらいで。そうですね。二広から三広ぐらいで釣る場所なんですけども、コマセがうまく効くとたくさん釣れるんですよ。ああ、負けしますね。この日は平日だったんですね。で、あのぶっ込みでマダイ狙いもやってるんです。スクーラ港、日本最古の灯台があることで有名な福浦港。丘陵に囲まれ、湾入り口が狭く、奥に長い天然の港です。旧港と新港があって、港内でも釣りはできますが、沖向き右側を歩いていきますと磯場へ出ることができます。少しゴツゴツしていて滑りやすいところもあるので、ここでは磯靴を用意してください。木盤島まで高ポイントが続きます。魚種が豊富で人気の高いところです。岩門パークハウス下、能登金剛岩門は観光地として有名です。一年を通して観光客は絶えません。釣り場は場所を選びませんが、パークハウス下が一番近くポピュラーです。足場はある程度整備されていて釣りもしやすいですが、夏は特に観光客が多くなり釣りになりません。水深は1広半から6広です。西海漁港、西海漁港には L 字型の赤灯台防波堤とまっすぐに伸びた白灯台があります。先端や防波堤外側では黒鯛がよく上がっています。また5月頃から10月にかけてのハマチ釣り体験ツアーも人気があります。船の出入りがあるときは針などを引っ掛けないよう注意してください。風なし漁港裏、駐車スペースは少ないです。
水深も二広半と浅いですが、クロダイがよく釣れるところです。日曜日などは多くの人が釣りをしています。また北西の風が強く、他の場所で釣りにならない時でもここでは釣りができます。玄徳崎。潮通しがよく、底物も狙える場所ですが、かなりの難所でもあります。まず向かって左側からは磯伝いでは入れません。右側の崖から横ばいになって入ることもできますが、大変危険です。ゴムボートもおすすめできません。必ず渡し船で行くようにしましょう。釣り場のスペースは各ポイントに 2,3 人ずつくらいで、海面からもあまり高くありません。夏には漁網が入っていることがあります。このように難点は多いのですが、その分バーレのない魅力のある場所です。対象魚はクロダイ、スズキ、イシダイ、カンダイなどです。早朝か半夜、足元狙いで釣果があります。北脇崎。玄徳崎のお隣、北脇崎です。こちらは釣り場としては有名で、晴れて波の穏やかな日には地元の小学生を含め多くの釣り客でにぎわっています。ポイントは広い範囲で画面に入りきれないので、駐車場から順番にご説明しましょう。駐車場は約30台停めることができます。ここから歩いて最初のポイント、長崎花までは約15分。途中から急な坂を降りていきます。ここでの一番釣り場とする場所はですね、やはり北脇崎よりも、長崎花の方が非常に、まあ、今の場面ですね、映えるんですね。皆さんこの日はちょっと非常に撮影条件だけで、そうです、すごい相当ベテランでないと釣りにならないんですよね。高台の上からですね。そうですね、相当高いところで釣り竿を考えないとね、ですからさすがにやっぱり釣り人はいなかったんですが、さらにしばらく歩くと義経船隠しに降りることができます。もう少し収まりますとね、その、磯場の手前の方を見広ぐらいでね、浅くして釣るという方法もあるんですよね。まあ一帯に深いところは6キロ以上あったりしますからね。そう、深いですね、6キロといえば。潮をよく見てやらないと難しい場所ですね。ここは前波港からも入ることができます。水深は3キロ前後で、沈み根が多い場所です。貝などがたくさん付着しており、早朝、半夜が狙い目となるでしょう。関の花。関の花パークには300台の駐車場と喫茶、レストランがありますが、釣り人は
道路側の駐車場を利用してください。ここが道路側駐車場です。ここがパーク前です。ここにはなるべく止めないようにしましょう。遊歩道を降りると釣り場へ出ます。磯一帯がポイントで、潮流がある南側に釣り人が集中するようです。それでは実際の釣りシーンを見ていただきましょう。クロダイ釣りに挑戦するのは釣り歴10年の岡田さんと釣り歴30年の森さん、そして川島さんの3人です。ここは関の花パーク下の磯です。今日は森さん、岡田さん、私と3人で、クロダイ釣りに挑戦したいと思います。この場所はですね、波が落ちていく日が一番いいと思われますね。だいたい夜昼ぐらいで釣るんですが、その日の潮の動きっていうのが、底の方の動きがちょっと上からは見えませんのでね、水中器をつけたものとつけないものとの釣果の差がもう全然違いますしね。この日の岡田さんの仕掛けは、ガン玉を少し重くしましたね。大きめでしたね。ああして落ち着いた方が良かったみたいですね。大きめまで流して潮止まりで、少し、タイミングを待つという釣り方の方が食い込みがいいみたいですね。ちょっと足らないかな。35センチぐらいですかね。来ましたね。相手もですか。まだ棒をつけてるんですね。この辺はもう朝から夜通し半夜釣りも含めてね、もう時間は関係がないというようなところです ね。この下が湾道に近い状況になってますんで、コマセがよく効くんですよ。少しずつ落ちてきましたよね。ここではね、餌取り対策としてボケが必ず必要ですね。ボケとオキアミ両刀でやった方が効果がありますよ。状況は波が 1.5 メートルぐらいでいい感じですね。さらしもよく出て、巻き餌が割と沖の方へ出てるから、それに乗せて探すと下降りのあたりで当たりがあります。これからそうですね、夕方目、でかいのを狙って頑張ってみたいですね。
まあ、この人は非常に鷹の利く人ですからね、これぐらい動きますんで普通の人ではちょっと ね、危険ですからあんまり真似しないようにしてください。そう、この日は、まあ、この形が多かったんですね。実はね、この撮影の後に非常にやはり来ましたね。ああ、後に来ましたか。夕方過ぎですね。じゃあそうですね、もうずっと半夜になりましたけども、だいたい35センチが平均でしたね。そうですね、30から35っていうのが数釣れますね、この人はね、地元の人なんですよね。で今またカレーですね、カレーが釣れましたけども、これまでにもう45センチを一人ね、数釣れましたね、やはり地元のベテランですね。そうですね、まだ来てますね。黒崎岬、岬一帯は潮通しがよく、水深は2広から3広、スズキ、クロダイをはじめイシダイ、マダイ、キスなどが狙えます。剣寺海岸、関の花より車で約15分走ると腰細剣寺海岸です。この道路をもう少し右へ行くとトンネル手前に駐車場があります。ここは潮通しがいいということで漁系は濃いですよね。そうですね、漁師さんの話にも分かる通り、春先クロダイ、マダイが、まあ、乗っ込んでくるような場所と言われますね。よく大物はここで上がるという情報がありますね。まあ、ただ磯が低いですから、その日 の状況というのかね、前もって調べた方がポイントが分かると思います。そうですね、沖の島ですね。そうですね、ここもよく渡って釣り人が釣ってますね。海藻漁港、内灘料金所から約2時間、249号線を左へ折れると海藻漁港です。旧港や岬付近は立ち入り禁止看板があるので釣りは新港のみとなります。狙いはクロダイ、スズキ、キスなどです。北風、北西の風の時には特に良い条件となります。ここは磯釣り の経験があまりない人でも、家族ぐるみで、観光に来たついでに
糸を垂れるということができますね。はい、みなしり。棚は二広から三広で釣る場所です。気象状況によっては面白い釣り場にもなり、期待が持てるところです。森さん、ここはどうですか？そうですね、先端周りに人が5人ぐらいまでは入れるんじゃないですかね。そんな感じですね。この先端周り以外のところはですね、比較的浅いもんですから、よく注意してください。ここは磯釣りの完全装備が必要です。深見港を抜けて磯に出ます。ポイントは高岩、5人ほど入れるスペースです。ここはですね、他県から入られた方がね、よく目につくところだということですね。ですから、まあ最初この辺から攻めるんですけどね、まあ見た通りこの先も全部ポイントなんですよ。で、まあみんな我先に行くとね、暗い時からポジション獲得するために入りますんでね、まあ、非常にシーズンはラッシュになるところですね。そうですね、でもね、まあ、非常にいいポイントばっかりですんで、自分の腕を信じてやってみてください。そうですね、この辺りからですね、相当健脚でないと前進めません、ですから渡船で今映ってるところもですね、猿山岬の下なんですが、ここもポイントがあるんですけども、皆さん船で渡してもらってますね。そうですか、吉浦。猿山を越えると吉浦の磯があります。目印や駐車場がないので、お手持ちの地図で探してください。入り口は急な坂を降りていきます。潮通しがよく釣り竿も申し分ないのですが、突然波が来た時に逃げ場がなく事故も多い場所です。初心者の方はここを避けるか、あるいはベテランの人と一緒に入ることをお勧めします。ここはですね、少々波があっても、潮下の出る場所なんですよね、でもやはり波が来ますんで、抜き上げるような気持ちでね、やり取りしてください。尾崎。能登半島の肩のあたりにやってきました。ここは水無月湾の左前方にあります。突き出ていて釣り場として大変有名です。金沢から車で約2時間、駐車場は約7台分ほど。歩道も小さいながらついていて、先端まで簡単に出ることができます。ここは少々の波があっても釣りができます。足元から深みがあり、3広半から8広で釣ります。海底は岩になっています。対象魚はクロダイ、スズキはもちろん、夏から秋にかけてはイシダイ、マダイ、カンダイが狙えますが、シーズンを通してクロダイ釣り師でにぎわいます。水無月。水無月国民宿舎前に車を止め、荒磯遊歩道に出ます。この歩道に沿っていくつかのポイントをご紹介しましょう。
まずは入ってすぐ下の磯、少し高さがあって平坦なゴロタイシを選んで釣り座とします。この辺りは水深があまりないので12月、1月の大荒れの後が狙い目です。太仕掛けで2広半から2広半をオキアミやボケで流します。釣れた魚は抜き上げます。通賀花、遊歩道を歩いて約10分、通賀花です。やはり水深のないところですが、スズキがよくつくところです。ノコギリ崎 A、 歩いて約20分、ノコギリ崎 A です。鍋蓋と呼ばれる離れとの間を狙います。釣り座は高く狭いので少々釣りづらいかもしれません。歩いて約30分、ノコギリ崎 B です。傾斜があり先端へ出るには大変危険です。なるべく両手を開けて出るようにしましょう。先端が2つに分かれていますが、それぞれ外側に向けて仕掛けてください。ここではクロダイ、スズキ、円筒でイシダイも狙います。クロダイの仕掛けは水中浮きを使用し、巻き餌とともに足元から振り込んで釣るのがより良い釣果に結びつきます。小長崎、大長崎、水月から歩いて約40分、この辺りでは暗くなると迷子になることがあります。なるべく明るい時に移動してください。見客でないといけません。水深があり潮通しもよく、大型が数多く上がっています。対象魚はクロダイ、スズキ、イシダイ、カンダイといったところでしょう。行部岬、遊歩道を上大沢から入ってみましょう。専用の駐車場がありますが、時にはこのように漁網が広げられることがあります。遊歩道の途中、道が崩れているところもあります。足元には十分注意してください。行部岬から馬の背にかけてはクロダイ、スズキのポイントが数多くあります。このコメントの中に出てこなかったんですが、慰霊の中にですね、千畳敷っていう広い釣り場があるんです、非常にいい場所ですからね、一度トライしてみてください。大沢、ここのですね、地名も上大沢と二通りありましてね、画面で見られるように、この日は天気が非常にいいんですけども、こういう日っていうのはやっぱり餌取りが多いですからね、今これはメバルですか。そうですね、どちらの沢もね、海が荒れた後は非常にいいんですよ。大物が釣れる場所ですか。そうです。購入、上大沢より海岸沿いに走り、
民宿イサリビを目印に路地へ入ります。過去の釣果は50センチから60センチ級の石鯛や黒鯛が多数上がっています。磯へは購入口を抜けて入ります。駐車場はありませんので自分で駐車スペースを確保してください。歩道はついていませんが水月に比べて歩きやすくなっています。名所沖ノ島へは渡船してもらいましょう。象象花へは渡船か反対側から回り込んで入ってください。輪島港。輪島港は黒鯛、スズキ、イシダイ、マダイの大型の実績が数多くあります。ここは朝市で有名な観光の輪島ですね。そうですね。これ非常にスズキとかクロダイが居ついてる場所ですね。そうですね、観光的にね、まあ、こうテトラ周りでもシーズンはマダイの子供が釣れたり ね楽しめる場所ですね。輪島港第一防波堤の裏側にある鴨ヶ浦。東西400メートル、南北150メートル伸びた岩場です。すぐそばに駐車場と公衆トイレがあって釣り人にとって大変理想的です。水深は約4ヒロから6ヒロ、大型の実績もあります。誰でも入れるよう整備されていますが時折大きい波が来ることがあるので注意してください。窓岩。さてそろそろ奥の戸に差し掛かってきました。注ぎ海岸の入り口にある窓岩です。夏は観光客でいっぱいになり釣りにならないことが多いですが宿あり釣り具店あり駐車場ありと便利の良いところでもあります。窓岩の先端へ出るにはこの高さ約4メートルの階段状になったところを登ってください。釣り座のスペースは7、8人分。海面からの高さは約3メートル。水深は3ヒロ前後。一帯は黒鯛のポイントです。窓岩の周りは砂地です。海がしけの後は濁りが入るので釣果が楽しめます。翼崎。珠洲市に入ります。海岸沿い249号線を走ると嫌でも目につくのが翼崎。大阪トンネルの手前より岬側へ入ることができます。遊歩道を抜けるとすぐ左側に岬へ出る階段があります。一帯は黒鯛、スズキのポイントですぐ横の真浦港湾内でもスズキが上がっています。広くて足場も良いのですが海面より高さがありません。夜釣りの時など波には気をつけてください。この画面にはですね、映ってないんですけども、このワンドにですね、テトラポットがたくさんあるんですよ。あ、なるほど。ですから黒鯛も結構いつくんですよね。そうですよね。また一帯は巻き餌禁止、遊歩道は落石の危険性もあります。注意してください。三重海岸。この辺りはですね、
ちょっと見落としがちになるんですよね。うん、あ、磯間ですね。ちょっとしたら穴間ですか。そうですね。大崎島249号線を離れ海岸沿いに走ると大崎島が見えてきます。地図で見るとぴょこんと飛び出している感じで魚種は豊富です。駐車場は小さく5、6台分です。島へは橋がついています。この鳥居をくぐって右へ進んでください。先端までは約10分。船虫が目立って多く踏みつけて滑らないよう気をつけましょう。海底は岩が多数沈んでいます。一帯がクロダイ、先端では深みがあるためイシダイ、カンダイ、マダイも狙えます。大型の実績があることから釣り人に大変人気のある場所です。高谷漁港、画面は工事中ですが、この西堤防の先端より西北西に遠投したあたりが石台、寒台の実績があるポイントです。ドーナツ島へ行く場合磯伝いでも行けますが大変危険なので裏道から回ることをお勧めします。ドーナツ島周辺は2キロ前後です。なお、駐車は漁師さんなど作業の邪魔にならないところを選びましょう。道ヶ崎、高谷漁港より車で約5分のところです。大物狙いのポイントは続きます。駐車場は2台分。小道を歩きます。途中高さ約5メートルの崖をロープを伝って登らなければなりません。一帯がクロダイ、スズキのポイントで波や風次第でどの方向を攻めてもよいでしょう。クロダイ、スズキ、マダイは足元や入江付近でも狙うことができ、東北東の遠投でイシダイも上がっています。水深は4キロ前後です。尺崎、木の裏トンネルを抜け坂を降りると折戸町です。路肩に車を止め小さな道を歩いていくと尺崎に出ます。この辺り一帯はですね、はい、クロダイ、スズキ、マダイっていうのが狙い目の場所ですね、はい、ただこの奥ですね、はい、33ヒロっていうところがあるんですが、はいはいはい、これから出てきますけども、ここはほとんど底物狙いという感じですね。ああ、底物狙いね。寒台、石台、馬台というところですね。地元の人も多く入りますが、ここでは33ヒロがメインとなります。33ヒロへ行くには途中水に入らなければなりません。ポイントは沖に向いているところすべてで、50センチ、60センチ級の実績が数多くあります。クロダイ、スズキ、イシダイ、マダイなど魚種も豊富です。沖合で水深は約12メートル前後、中にはさらに深いところもあります。風波に惑わされず、潮の流れをよく読んで大物を狙ってください。
さて、動画先から尺崎までご紹介しました。いずれも釣り人にとって大物を狙える魅力的な一級磯ですが、転落遭難事故も多いところです。無理な調光は避けて、安全装備など万全にしてください。のろし漁港。吉ヶ浦。それではこれより能登内浦に入ります。飯田港。ダイナミックな、釣りとして、能登外裏を、黒鯛を中心として見てきましたが、ここからはのんびりとファミリーフィッシングを楽しめるという内浦に入ってきましたね。そうですね。まず飯田港なんですが、やはり絵を見る通り家族釣りでのフィッシングがしたいですね。ただここはですね、港の横に川がありまして、左側にありますね、はい、雨の降った後なんかですとすごくテトラ周りが非常に濁りが入るんですよ、それですから冬場は東野町法みたいな釣りをしましてね、見広ぐらいで黒鯛を狙いますね。なるほど、結構いい方釣れるんですよ。赤崎海岸。ここではですね、地元ではものすごく有名なんですがね、赤崎のいちご園っていうのがあるんですね、でここを目印に看板を見つけて降りていくんですがね、この駐車場がすぐありまして、新しくこの釣り桟橋ができましたね。いいですねこれは。ここ非常に足元もね突起もなくて、平島まで行きましてもね、楽しめる非常にいい場所ですね。そうですね、やはり黒鯛の大物も釣れるポイントがあるんですね。つくも湾。この辺の海岸はですね、リアス式海岸なんですね、観光地としてもやはり有名なんですがね、観光船として出てるんですよ、このためにですね、日中はやっぱりちょっと釣りはしにくいと思うんですね。そうですよね、スズメダイがたくさんいますね。スズメダイです、団子釣りみたいな形がね、日中遊ぶんであればね、水深がありますからね、結構面白いんですけども、やはり夜釣りに分があるみたいですね。はいはい、ここもそうですね。牛津港。牛津まで来ましたね。そうですね、これは高台から一望をしてるんですよ、ここはですね、埋め立てして作られたものなんですがね、
非常に設備が整ってますし、駐車場それからトイレも完備されてます。それからこれは釣り桟橋みたいにね、ちゃんと設けられたもんですけどね、便利ですね、200メートルほど伸びてますね、この先端周りはですね、非常に深いんですよね。何でも20メーター近くあるという。そうですね。シーズンによりますが、ぶっ込みでマダイをね、狙うこともできますね。今これメジナですかね。メジナですね。スズメダイが湧いてますけどね。日中は餌取り多いですよね。でもまあサビキで遊べるんじゃないですか。そうですね、のの木花。ここのの木花はですね、七尾湾に面してるんですよね、はい、少し複雑に入り組んでるんですが、中井湾の一角なんですよ、駐車場もこういった空いた農道の一角に止めるしかないんですがね、冬12月から6月ぐらいまではね、水深がこうして下がるんですよ。なるほどね。潮位が上がりますと南通でちょっときついなっていう場所もあるんですが、こうして水深もありますんでね、洞爺町をやる人もいますし、もう投げ釣りでねこうしていろいろ魚は釣れるんですよ、ほとんど足元からどんぶかってとこですね。そうです。深みがあるということはやっぱ面白いですね。中井湾穴水と野々木花の間にあるリアス式海岸です。ここは野々木花と条件は同じです。この辺りはイカダ釣りもできます。麦ヶ浦付近です。この辺りも中井湾と同じ条件です。ただし住宅前での駐車や柿いかだ付近での巻き餌は避けてください。長浦能登鉄道能登中島駅より車で約20分、長浦です。ここは水深があり、ボートでのかかり釣りができます。このタイトルが載りましたテトラ周りですね。ここは春、今映ってるところですがね、この下ですね、真下なんですよ。4月の中旬ぐらいですね。大きな寒帯が行ったり来たりするんですよ。それが見えるんですよね。見える魚ほど釣れないと言いますけどね。能登島へ渡ります。通り通りの堤防は長浦港の対岸です。小さな防波堤ですが、見かけによらず足元から深くなっています。
団子釣りで狙ってみてはいかがでしょうか。この対岸の長浦はですね、ここからのボートを借りてね、この通りまでの間でかかり釣りできるんですよ。あ、それはいいですね。久仁漁港、大変落ち着いた感じの場所ですが、春ののっこみ時期にはクロダイが、遠投でキス、カレイが狙います。通り、ひさぎともに漁師さんの作業の邪魔にならないようにしましょう。まあ、この辺りですね、まあ、冬場遠投でなくてもですね、キスとかカレイ非常にいい方があるんですよ。なるほどね、いいところですね。エノメ港、能登島の東側にあるエノメ港、防波堤までは難なく出られます。水深があまりありません。外側に向けて仕掛けてください。投げ釣りがいいでしょう。石川県44カ所の釣り場をご紹介しました。防波堤、磯、リアス式海岸など石川県の海釣りは非常にバラエティで楽しみ方も豊富です。楽しく安全な釣りをお楽しみください。ではいってらっしゃい。釣れる場所いろいろ、釣り方もいろいろ。次の休日、あなたは何を狙いますか？釣り場案内ビデオシリーズ、次回はさらなる大漁を目指します。リアルに楽しく見られる決定版、お楽しみに。